無駄な月額料金を安くして浮いたお金でアイスを食べよう。ベイの Wi-Fi 情報局。はい、こんにちは、ベイです。時計の針が20時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか？ Wi-Fi ニュースの時間です。昨今ではもはや水道、電気、ガスに次ぐ重要なライフラインとなったインターネット回線。この動画ではご視聴いただいた方の通信回線構築レベルを高め、皆さんの月額料金が安くなる手助けになるように、本日も情報連携いたします。今回は HIS モバイル新プラン世界一周ツアーたるについてお話しいたします。サクッとこれまでのあらすじ。時は2020年、無制限使い放題と歌い、人々に無限のデータを提供すると言っていた会社が多くあった。要はまさに大無制限使い放題時代。そして月日が流れた2021年現在、今無制限使い放題って歌っていた37社を調べてランキングを作成しても、どの会社も壊滅状態の Wi-Fi 業界。時代は月空き場バイトなどの容量明記プランへと移り変わったのであった。今回は旅行会社の印象が強いあの会社から新プランが登場ということで、本日のラインナップはこちら。1. 情報提供者ご紹介。 2. 公式ページにアクセス。 3. 他社比較。 4. Twitter& ごちゃん& YouTube 情報まとめ。それでは行ってみましょう。 1. 情報提供者ご紹介。以前アップした動画のコメント欄にて複数の方から HIS モバイル情報をいただきました。情報提供ありがとうございます。コメントドン。遊び好きチャンネルさんから、 HIS モバイル月額1980円で 20GB と70分の無料通話付きプラン発表。ユーザーが乗り換えたいキャリア1位は、携帯電話会社の新料金プラン発表を受けて、 HIS モバイル東京都港区はデータ容量 20GB と70分の無料音声通話を含んだ格安20プランの提供を開始する。HIS も旅行だけでは生き残れないので、いろいろなことに挑戦してます。通信業界の格安を目指すのか？としかずさんから、HIS モバイルの新プラン。楽天モバイルから乗り換えると、事務手数料キャッシュバックって何これ？面白すぎて米したわ。HTBS しょしょしょ。楽モバには今流行りの Redmi 9T がいいんじゃない？楽まで 1.5 万円で売ってるわ。頑張れ楽モバ。相手は旅行者だ。ミミさんから、HIS モバイルまでクラウドシムレンタルルーター始めてましまいましたよ。とのこと。20GB 1980円に、キャッシュバックに、クラウドシム、いろいろありますね。見てみましょう。2. 公式ページにアクセス。 HIS モバイル公式サイトドン。格安スマホが初めての方にもおすすめ。大容量70分無料通話付きプラン、格安 20GB とのこと。トップに例の 20GB プランが堂々と書いてありますね。1980円ということですが、それは書かないんですね。中身見てみましょう。クリック。HIS モバイルは業界最安値に挑戦します。 20GB 1980円、通話料は70分まで無料とのこと。他にもドコモ回線、初期事務手数料は3000円縛りなしですので、なかなかのスペックですね。業界最安値に挑戦ですか。他にはとしかずさんが言っていたこれドン。楽天モバイルから乗り換える方限定、契約事務手数料キャッシュバック開催中とのこと。なぜに楽天モバイル限定なのでしょうかね。楽天モバイルは 20GB を使っても1年間はタダだからかな。目の敵にしてるのかな。文字の下のピンクの本家よりも随分長い三角形がいい味を出していますね。あとはこんなものまでドン。自宅にいながら世界一周旅行体験ができるリモート世界一周ツアーを先着1000名様をご招待とのこと。自宅にいながら世界一周旅行って何ぞ？ VR ゴーグルとかつけてやるやつなのかな。先着1000名ってことは早くやれば絶対にもらえるのかな。詳細ドン。2500円からか。意外に安いんですね。内容は90分で世界5都市の HIS 現地スタッフやガイドが生配信でお届けする世界一周ライブツアーとのこと。ただの中継かな？こっちからの発信はないのかな、別に。テレビ的な話かな？一方通行的な話かな？ドン。ツアー参加特典。大人気のブレイクアウトルーム。本編終了後、気になる1都市のスタッフとお話しできる時間をご用意。約15分程度。本編では聞けなかった質問や現地の情報を聞いてみてください。とのこと。なるほど。コロナ禍の今、こういうサービスも面白いのかもしれませんね。あとはクラウドシムレンタルルーターを始めたって話ですが、お知らせにも書いていませんね。これはどこにあったんだろう。わかりませんでした。
産他社比較ということで、 HIS モバイルの 20GB 1980円縛りなしドコモ回線、他社と比較してみましょうか。まずは3大キャリア、ドコモ、アハモ 20GB 2910円通話1回5分無料。2はカチ、同じくソフトバンクオンライン 20GB 2910円通話1回5分無料。2もカチ、同じく au ポボ 20GB 2910円通話1回5分無料。2もカチ、 au 系でもある JCOM モバイルの 20GB は1年間のみ1980円で無料通話はついていないので HIS の勝ち。マイネオの 20GB は1980円ですが、無料通話はついていないので、こちらも HIS の勝ち。同じドコモ系の日本通信は 20GB 1980円、70分月無料と全く同じスペックなので、こちらは引き分け。最後になぜか乗り換えると、キャッシュバックが発生する楽天モバイルですが、20GB 1年無料、1年後でも1980円と同額なので、これは負けですね、HIS の。そんなところでしょうか。こう価格のみ見るとなかなか上位なスペックですね、 HIS モバイル。まあ個人的には第一は楽天でいいかな、契約してるし。今もう4 Twitter& 5ちゃん &YouTube 情報まとめ、真実だと思われるものや面白いものを選別はしていますが、嘘は嘘であると見抜ける人でないと難しいらしいのでお気をつけよう。 HIS モバイル情報を拾いましょう。それでは行ってみましょう。まずは Twitter ドン。Twitter1、 HIS モバイルはドコモ回線使ってるから、ドコモから格安 SIM への乗り換えならやはり HIS、 もしくはかけ放題で出してきた OCN か。 Twitter2、 またまた被害者の会が増えてしまう。ただより安いものはない。 HIS モバイルは楽天モバイルから乗り換えは事務手数料は無料のようです。 Twitter さん、 HIS モバイル安いね、プランも悪くない。ツイッターよ、自分は基本的にドコモ回線信者の格安派なので、今回の両親のガラケーからスマホへの移行は HIS モバイルを選択しました。月70分通話無料プラス 20GB で1980円です。通話中止ですね。ツイッター後、こちらが21時51分頃に計測した HIS モバイルの回線速度です。何回か測ったけど平均こんなもん。現場からは以上です。最後のツイートの画像は 26Mbps でしたね。普段使いには 26Mbps 出ればもう十分ですよね。続いて5チャンネルの僕も契約している1年無料の楽天モバイルスレッドから抜粋ドン。5チャンネル1、ハンドの再販待ってたら1年無料は終わっちゃいますかね。5チャンネルね、楽天はたったの50メガしか出ないわ。最近規制してるね。5チャンネル3、開通当日だけは楽天回線でダウン25メガ出たんだけどね、それ以降ダメ回線。5チャンネル4、品切れで申し込みしたい人間を逃がすんだよな、本当にもったいない。5チャンネル5、通話 SMS 無料がスタンダードになれば心置きなく楽天から離れられる。起爆剤となってくれた楽天への恩は忘れないよう努力します。現場からは以上です。無料がスタンダードとか音楽みたいですね。続いて以前アップした YouTube 動画のコメント欄から抜粋、いつもたくさんの情報ありがとうございます。ドン。YouTube1、吉武さんから、トーン 500kbps データ無制限として検討したことありますが、ネット上の評価が悪すぎてパスしました。 YouTube にパンシューさんから、楽天に勝つには毎月銭がもらえるプラン必要。 YouTube さん、伊藤小鉄さんから、トーンモバイル調べてみたらそもそも1メガくらいの速度だし、 1GB 300円かっこ月 10GB までの高速チケットを買わないと速度的に動画見れあり見れないみたい。計算してみたらキャリアの大容量プランを家族で入って家族割適用させた方が安かった。 YouTube 4ミミさんから、トーンモバイルはツタヤの MVNO イメージしかないですね。無制限といっても 500kbps でさらに動画視聴とかいろいろ制限される仕様だったと思います。だから高速チケットを購入する仕組みがあります。小さいお子さんとか年配の方がいるファミリー向けのアピールしてるのもわかりますよね。でもトーンモバイル同士なら無料の通話も IP 電話過去つながりにくかったり、通話品質も IP 電話ですから悪いという評判みたいですね。結果的にストレスだらけで評判も悪くなります。あと Android 端末は AdoP22 という SOC なので、処理速度的にはエントリークラスの最低限という通信速度と合わせてイライラしない人向けです。YouTube 号野良太郎さんから、トーモバイルの YouTube 広告もうざい。調べてみたけど確かによくわからない。現場からは以上です。トーモバイルの動画に対するコメントいろいろありがとうございます。
結構昔からある会社なんですね、トモバイル。全然知りませんでした、僕は。ということで最近の Wi-Fi ニュースをお届けいたしました。HIS モバイル。比較してみると、まあ普通に結構いいですよね。楽天回線が弱い、使えないっていう人には第一候補級なスペックだと思います。HIS モバイルは無制限のプリペイドSIMもずっと提供していますし、なかなかしっかり通信業界の存在感を維持し続けていますよね。やりよる。ということで、いつもご視聴、高評価、コメント、チャンネル登録、メンバーシップ登録までありがとうございます。動画を作るモチベーションになっております。引き続き情報をコンパクトに楽しくまとめて皆さんの役に立つ動画を作っていきたいと思います。今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。ではでは、今日もいい日になりますように。ベイでした。最後までご視聴ありがとうございました。歌手の愛子さんが大好きすぎるので、最近次のアルバムに収録されている磁石という曲がオンエア解禁されたんですよね。こんな曲です。まあこれは僕がカバーしたやつなんですけどね。そしてもう愛子さん大好きすぎるので、愛子さんのチャンネルを立ち上げてしまいましたよ。ついにこれでチャンネルがなんと8個目。もう全然回らないよね。もう全然回らないね。作りすぎだよ普通に。ほとんどの人は興味ないと思うから、リンクは貼らないけど、気になる方は探してみてください。自己嫌悪作えろ、シミに焼き傘した、なんかそんな日は突然やってきてね。